ソヤ学は日本の男性プロレスラー。プロレスリングノア所属。血液型 B 型。実底にプロレスラーのソーヤタがいる。坂口道場で体を鍛え、坂口聖事の推薦で、無我ワールドプロレスリングに入門。2007年4月11日、無我ワールド後楽園ホール大会で、対、竹村剛志でデビュー。無我生え抜き第一号であり、周囲からは、 藤士並二世と呼ばれていた。10月18日の後楽園大会では、吉江豊と組、01マックスの佐々木義人安藤裁量二組を相手に破れましたが、健闘を見せる。試合後吉江は、今日のソやを見て、無我の未来が見えたと語っていた。後楽園大会の翌日、10月19日に、西村治と共に全日本プロレスへ、電撃遺跡を発表した。 11月23日の後楽園大会にて、対、近藤修二戦で全日本デビュー。2008年1月2日の後楽園大会、駿が一との一戦で、初勝利を挙げる。全日本プロレスに、デビュー戦の相手でもある竹村が襲撃した時は、相手を務めることを強く望み、2月17日に、シングルマッチが実現したが、一歩及ばず敗れてしまう。 4月頃からは、スワマのタッグパートナーとしてメイン、セミの試合に出場することが多く、デビュー当初の試合数の少なさをカバーしていた。4月7日、ブエルマーダーズとの8人タッグ戦にて、場外フェンスの扉の部分が勢いで自分に跳ね返り、顔面を直撃、歯を3本失う。6月10日、武藤祭にてよくタッグを組むスワマを相手に、 同じく若手のサナダ・キヨシナリ、T28 と共に3人がけマッチで対戦。3番手として戦い、奮闘するも三冠王者の壁は崩せず破れる。6月22日、甲楽園ホールで、元 WWE 史上、最年少世界タッグ王者で、VM の新メンバーレネデュプリーと、シングルで対戦するも完敗に終わる。11月3日、両国国技館大会では、 新技のパワープロブースターで、サナダ也を下す。試合後、年末の世界最強タッグ決定リーグ戦にサナダと出場することを呼びかけ、サナダはこう。最強タッグ最終戦のジョード・ーリングゾディアック組とは、不戦勝に終わり、再戦を熱望。翌2009年の新春シャイニングシリーズ最終戦で、再戦し、乾杯を期するも、これを機に上昇を誓った。 2009年、チャンピオンカーニバル出場をかけ、相棒のサナダとシングルで対決するも敗北。しかし出場権を得られなかったことよりも、お互いが納得できる試合内容ではなかったという、ことでサナダと共に大いに悔しがった。そのチャンピオンカーニバルでは、相棒のサナダを全面的にサポートし、セコンドを買って出たが、サナダの全敗という結果に終わった。5月17日、 サナダをパートナーに F4 の山と広ド海とタックで対戦。若手同士の熱戦を展開し、最後はソヤの垂直落下式デスバレーボムで勝利した。この試合を見た、武藤刑事から俺たちにはできないような可能性を見た。と高評価を受けた。8月22日に西村をパートナーにしてアジアタック王座に挑戦するが、野沢論外組に完敗した。 長州への弟子入り、新世代として8月30日両国大会では、以前から体調収力のパートナーを懇願していたが、西村との思想の相違から仲間割れ。離別し、今度は長州イズムを学ぶかのような行動を取り始め、世界最強タッグ決定リーグ戦では、長州と組んで出場し、トータル発展という好成績を残す。その後は新世代の一人として、スワマ。 河野正樹、浜良太、そしてライバルの真田と共に切磋琢磨していたが、新世代のメンバーやジュニアの会や大和たち若手が活躍していたのに対し、実績を残せていないことに焦りを感じスランプに陥る。そして1月から海外修行に出ることを発表し、海外武者修行に出る。2010年7月25日に外戦帰国し、新世代軍に合流。 8月15日の外戦試合では、西村と対戦して、期待抜かれた肉体を披露し、パワーファイトで西村を攻め立てるも、観客から、成長が見えないぞ、などと矢字が飛び、最終的には西村が手を後ろに回して、弟子のチョップを受け切るという展開となる。最後は、必殺のブレーンバスターで勝利を得て勝ち誇るも、完全に師匠の胸を借りての勝利だった。 8月29日両国大会、かつての名優、サナダとアジアタックに挑戦し、王座ダッシュに成功。自身初となるベルト獲得となった。S2010 年9月10日、同じ新世代軍のメンバーである、スワマ、河野組との試合において、不甲斐無さに、ヤジが飛ぶという現象が発生。この試合後、ソヤは新世代軍のメンバーとは組むよりも戦っていきたいと。 事実上のユニット解散を要求。それに、スワマ、コウノ、サナダも同調し解散した。以後は、サナダとのタッグチーム、S として活動。台湾工業で挑戦者のコウノミノル組を下し、初防衛に成功したが、暮れの世界最強タッグ公式戦で、ワイルドカードの菊池武史ホンダ多門組に惨敗し、優勝を逃した。そのことで、ソヤは菊池が、 トラウマになったと語っていたが、年明けの2011年1月3日に、王座戦が組まれ、18番のパーフェクトデスバレーボムで、王座を守ると同時に、トラウマを払拭した。また、実定のソヤタクミのデビュー戦の相手も務め、しょうがないからデビューおめでとうと言っといてやると、弟のデビューを喜んだ。ワイルドカゲットワイルド2011年3月、両国大会にて、関本大輔 岡林雄二組に敗れ、アジアタック王座を流出させてしまう。ソヤはその責任を負うが、サナダがチャンピオンカーニバルに3年連続で出場する一方、自分はエントリーされないという事態に。そのジェラシーからか、S としての活動を一時休止し、浜良太を相棒に敵地大日本プロレスに出陣するも、王座奪還はならなかった。そして、サナダへのジェラシーが爆発し、 4月30日、リファ、有明大会で、シングルマッチで激突。敗れたものの S スを復活し、6月19日の、両国大会で、アジアタック王座を奪還する。8月30日、全日本プロレスに参戦した、大森隆雄に対し、ソヤが、戦布告。9月19日の後楽園大会にて、ワイルドをかけた両者の一気打ち、ワイルドコントラワイルドを行った。 試合は大森に敗れ、ソヤはワイルドを名乗れなくなるが、大森は、ソヤの検討を認めた。10月23日、関本岡林組に敗れ再び、アジアタック王座を流出させてしまい、S の活動を休止。11月19日、世界最強タック決定リーグ戦2011に、大森とのタックチーム、ゲットワイルドで参戦し、真田組を相手に勝利した。 その年の最強タックでは5勝4敗の10点と、好成績を残す。ゲットワイルドでは、バックステージで真顔で大ボケを連発するソヤと、それに翻弄され、キレ気味に突っ込む大盛りのコントのようなやりとりが、定番化。今までいくらプッシュされても瞑想を繰り返していた、ソヤだったが、ようやくこのワイルドキャラでブレイクを果たした。2012年2月19日に開催された。 オールトゥギャザー第2回仙台大会において、マカがガタナギとタックを組み、杉浦隆高橋博士二郎組と対戦。試合は、ソヤが杉浦からホールを奪われ、敗れたものの、試合後に、マカから、こいつ、パワー負けも何もしてねえ。強いて言えば、経験くれえだろ。これから経験つうのは埋まっていくんだよ。一年後がこええな。と、高評価を受けた。 3月20日両国大会にて、AAA のダークオーズダーククエルボ組が持っていた、世界タックオーザーをダッシュしたが、5月6日の試合で、サナダにドラゴンスリーパーで、ギブアップ負け。5月20日、対、サナダドーリング組との、世界タック初防衛戦でも、サナダにピンフォール負けを喫し、世界タックから陥落した。5月27日の後楽園大会で、 匠と初の兄弟タッグを結成するも、試合後匠が引退を表明したため、最初で最後の兄弟タッグとなった。6月17日後楽園大会で、世界タッグ王座のリベンジマッチを行い、ワイルドボンバーで、サナダからピンフォールがち、世界タッグ王座の奪還に成功した。世界タッグ王座を3回防衛後、世界最強タッグ決定リーグ戦を前にした10月30日。 王座返上を発表。1994年までの慣例にのっとり、同リーグ戦の優勝チームが新王者チームとなる中、優勝決定戦で、スワマンドドーリングを破り王座に返り咲いた。2013年1月2日の、第日本プロレス後楽園、ホール大会では、佐々木義人をワイルドボンバーで下し、BJW 認定世界ストロングヘビー級王座も、獲得。 3月1日の大日本プロレス交絡園ホール大会で関本に敗れ BJW 認定世界ストロングヘビー級王座から陥落3月17日の両国大会で秋山と志塩崎豪組に敗れ世界タック王座から陥落試合終了後以前から首を及び目を痛め危険な状態であったこととその治療のため長期休養を発表 全日本プロレスの分裂に際し、大森と共に全日本に残留を発表していたが、12月31日付で、全日本プロレスとの契約を終了し、退団。記者会見では、翌年2月にフリーとして復帰する予定と発表した。2014年1月12日、レッスルマイナス1のマッチメーカーに就任。東京スポーツからは、不毛なマッチメーカーと呼ばれていた。 2月26日の大日本プロレス、新宿フェイス大会で、フリーランス初試合として、神谷秀吉と対決。その後もストロング BJ の高い壁となっている。W-1 では、マッチメーカー兼フリー選手として、リングに上がっていたが、マッチメーカーとして、彼をエースと認めないソヤと、エースを自称する彼の因縁が発生。5月4日、TDC ホール大会のメインで、 会に敗れ、ソヤはリベンジを要求するも、5月25日、神戸大会での再戦にも敗れたことによって、マッチメーカーを追放された。7月、W-1 大座設立に伴うトーナメントに、参加すべく、入団を無党に直訴。断られてもしつこく所属を要求し、船木正勝には、しつこすぎるあまり、ハイキックを決められてしまうが、8月8日付で、 W-1 正式入団を果たす。2016年9月18日、欠場からの復帰に際し、復帰戦の相手として、大森を指名。翌日の全日本プロレス校楽園ホール大会で大森に来場し、直訴、翌日対戦が決定した。10月9日、大森と対戦するも敗北。しかし、大森から、ゲットワイルドの復活を呼びかけられる。 ソヤも即答は避けたが、10月18日にソヤも受諾し、11月27日の全日本プロレス両国大会にて、約3年8ヶ月ぶりに再結成することとなった。復帰初戦は敗れたものの、ゲットワイルドとして、世界最強タッグ決定リーグ戦にエントリーされ、史上3組目の全勝優勝を達成した。 レッスルマイナス1活動停止のため2020年3月31日付をもって選手契約終了となる。2020年4月19日、プロレスリングノアの,の TB マッチにて、拳を率いる軍団、混合の新メンバーとして加入。風貌やコスチューム、キャラクターなどを改め、脱、ワイルドを宣言した。デビュー当初は、 柔道出身ならではの柔道技を全面に押し出す、ファイトを展開していたが、現在はそれに加えて、がっしりした体格を駆使した、パワーファイトを得意としている。ありがとうございます。